こんにちは。こんにちは。梅雨改め夏の30日チャレンジ。今日は28日目です。うん。はい。あと2回なので、ちょっと、早速、前回の話を復習しましょう。前回は巨人さんがもう一度眠りました。で、そのもう一度眠った理由を話しましたね。はい。巨人さんは、何がしたかったからもう一度眠りましたか？巨人さんの一番好きな味のカップラーメンは死者の世界にあると思い出したからもう一度眠りました。うん、そうですね。素晴らしいですね。うん、素晴らしいね。私はね、カップラーメンが食べたかったからっていう答えを考えていたけどすごいいい答えを言ってくれましたね。そうですね、思い出した。私が食べたいラーメンは死者の世界にあると思い出したからです。死者の世界のどこに売っていますか？死者の世界のコンビニに売っています。そうです。 そして どうしてコンビニで、じゃないコンビニで売っています。もう OK ですね。言いますね。コンビニで売っている、コンビニに売ってる、うん、なんかどっちでもいいかな。売ってるっていう言葉はなんかでもにも使うんですよね。ああ、OK、うん、はい、コンビニに売ってる、コンビニで売ってる。あ、そう。私今日コンビニで、トムヤムクンカップヌードルを買いました。トムヤムクン。トムヤムクン。タイ料理の、スープです。トムヤムスープ。あ、オッケー。あ、はいはい。トムヤム、トムヤム。英語。知ってる、うん、英語はトムヤムか、うん、トムヤム、はい、うんうん、トムヤム、なんかトムヤムくんはエビ、トムヤムエビなんだけど、日本人はなんかトムヤムくんっていうものがもうなんかもうあの料理だって思ってるじゃないかな。多分私もずっとそう思ってたけど、トムヤムサムシングなんだよね。まあそれはいいとして、そう。日本のコンビニでは、トムヤムクンカップヌードルを売っています。死者の世界のコンビニでは、どんな味のカップヌードルを売っていますか？いろいろな味のカップヌードルを売っています。そうですね。で、清美が食べたかったカップヌードルの味は何味ですか？深呼吸味？うんうんうん、深呼吸味ですね。深呼吸味。どんなところでする深呼吸の味ですか？汚染されたところでする深呼吸の味ですか？いやいや、自然がたくさんあるところでする深呼吸味です。うん、そうです。そう、素晴らしいですね。すごいね、本当に。自然がたくさんあるところでする深呼吸の味です。じゃあ今日は最後のページを見てみましょう。はい、
はい。はい。これが最後のページです。うん。何ですか？はい。何ですかね？これはね。うん。何ですかね？植物に水をあげていますね。このよくわからない生き物が植物に水をあげています。うん。植物、動物じゃない、人工物じゃない、植物です。うん、そう、植物です、うん。私が好きなやつ。はい、そう。うん。あ、サミさんの植物、最近、どう？植物の話する最近植物暑いからなんか大変ですね。うん。うん。エッグプラント食べましたか？ナス？アサミさんの朝。それで。アサミのナス。それで、見るだけ。食べたよ。食べましたよ。ああ、そうですか。うん。でもちょっと。遅かったのでなんかすごいマチュアードあー、はい、してた。でも大丈夫。見る私のナスの。でも料理全然上手じゃないからあんま綺麗じゃないんだけど、こういうのを作ったよ。あー、はいはい、イタリア料理違うですか？あ、でもナスに味噌。あ、味噌ですか。とチーズを乗せて、この上のやつ。何の料理ですか？ナスの味噌チーズグラタン。あ、はい。それはフュージョンクジン。フュージョン料理。うん。この上に乗っかってんのなんだっけな。大葉？なんだっけ忘れちゃった。この緑のも、私が育てたやつ。うん、あ、はい。あんまり綺麗じゃないよね。あ、こんな感じになったの。うん。綺麗。綺麗ですね。はい。そう。今暑いから植物がみんなね、腐って、ロッテン。まあ、そんな話はどうでもいいんですよ。そうそう。はい、これは、何かよくわからないものが、何かよくわからない生き物。うん。生き物が植物に水をあげていますね。はい。うん、私たちは植物？生き物？え？植物も生き物だ。あ、生き物、植物じゃなくて生き物です。そうですね。生き物の中の動物、人間ですね。人間。で、この文読みます、はい。その日から人々はこの世界を大切にするようになりました。大切するようになりました。うん。巨人さんがもう一度眠りました。その日から人々はこの世界を大切にするようになりました。なんか私は植物を毎日大切にしています。このよくわからない生き物と同じで、毎日こう水をあげて、葉っぱ大丈夫かなとか、なんか強い風がブーンって吹いたら、はあ、こう中に入れて、日差しが強かったら、はあ、ちょっとこう移動して、なんか毎日。なんか大丈夫かな、私の可愛い植物ちゃん、私の可愛い iPhone ちゃん、うん、大
切大切。ちょ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 、大丈夫かな。大切にしています。大切にしません。なんかなので、この巨人清美がもう一度眠りました。眠った日、その日からみんなはこの世界 The whole new world、 この世界を大切に大切にするようになりました、はい、ようになりました。うん、前は前前、うん、前は人々はこの世界を大切にしていましたか？いいえ、大切にしていませんでした。そうですね。全然、全然大切にしていませんでした。自分の利益のために、自分のベネフィットのために、ね、なんか、建物をたくさん作ったり、ね、木を切って建物作ってコンクリートで埋めて、それで、あとどんなことをしましたか？みんな、人々は大切にしていませんでした。例えばどんなことですか？例えばコンビニで買ったカップラーメンのカップ、道に捨てます。捨てます。うん、throw away、捨てます。捨てます、うん、捨てないで捨てよう。そうですね。あの、ゴミを捨てたり、それから？ゴミはプラスチック。プラスチックのゴミを捨てたり、海にね、海に捨てたり、うん、あとは、なんかエアコン使って、なんかすごい、なんだ、エアコン？近いところに車で行っています。オイルね、オイル、石油ですね。あの、ガソリンと排気ガスね、排気ガス、車とか飛行機の排気ガスで空気が悪くなって、オゾン層が破壊されて、地球が温暖化して、植物が死ぬ、私たちも暑い、だからエアコンをつける、もっと暑くなる、悪循環みたいなね。ね、あの、そう、プラスチックを作るために、はい、工場でたくさん作って、その工場からもく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 、あの、悪い空気がたくさん出たりして、悪いガスとかが出て、そんなことですね。はい、それで、どうなりましたか？汚染が干がれていました。広がりました。広がりました、はい、そう、汚染が広がりました。汚染が広がりました。だから人々はこの世界を大切にしていましたか、していませんでしたか？うん、人々はこの世界を大切にしていませんでした。そうですね。全然していませんでした。うん。全然大切にしていませんでした。でも、変わりました。はい。この洪水が、涙の洪水が起きて、
綺麗な世界に戻ってでね、なんかこのニュースを見て、その時からその時、ね、これがねきっかけで、あ、世界をもっと大切にしようと思って変わりました。大切にしていませんでしたから大切にしますに変わりました。大切にするようになりました。ああ、OK。 昔キヌアは人間の時、最初ね、最初畑じゃないや、ドーナツの丘がキヌアリーヒルズができる前、キヌアは何を作っていましたか？お墓を作っていました。あ、お墓の跡。お墓の跡。キヌア、うん、キヌア何で覆われていましたか？キヌアの家はゴジベリ木覆われていました。そうですね、ゴジベリの木、ゴジベリの木に覆われていました。うんうん、ゴジベリの木にとかで覆われていました。ゴジベリの木に覆われていました。だからキヌアは何を作っていましたか？キヌア何も作っていませんでした。でもゴジベリはキヌアのゴジベリからドーナツを作っていました。あ、作っていた、そうか、育てていた。キヌアはゴジベリーの木を育てていましたね。うん、はい、はい、うん、まあゴジベリーを作ってた、うん、同じ、うんうんうん、私ナスを作ってる。はい、あ、わかりました。育てて作ってる、うん、OK、 はい、わかりました。今わかります。うん、待って、キヌアはゴーって、火事の前はゴジベリーを作っていましたよね。はいはい。でも火事で全部ゴジベリーの木は燃えてなくなってしまいましたね。うん、はい、燃えてしまいました。はい、だからその後何を作るようになりましたか？ああ、キヌアを作るようになりました。うん、そうです、キヌアを作るようになりました。うん、じゃあゴジベリーはキヌアリーヒルズができる前は何をしていましたか？何をしてたっけ？ドーナツをしていました。ゴジベリーの家でドーナツを売っていました。バナナとゴジベリーのドーナツ。あ、そっかそっか、それが Got Popular でレストランオープンしたんだっけ？あ、いえ、そのあ、キヌアが燃えたから、ゴジベリーが燃えたから、はいはい、その火事があった。じゃあゴジベリーは前キヌアと一緒にドーナツを作っていましたよね。はいはい、キヌアは、うん、手伝っていました、うん、手伝って、キヌアは手伝っていました。うん、どこで作っていましたか？キヌアの家で作っていました。あ、いえいえ、
ゴジベリのうちで作っていました。そうですね、うん、ゴジベリのうちで作っていました。でも、キヌアリーヒルズができた後、ゴジベリーはどこで料理を作るようになりましたか？キヌアリーヒルズで料理を作るようになりました。そうですね。キヌアリーヒルズのキヌアのうちで作るようになりましたか？レストランで作るようになりましたか？キヌアリーヒルズのレストランで作るようになりました。うんうんうん、そうですね。で、前はドーナツだけ作っていました。はい。でもレストランをオープンしてからどんな料理も作るようになりましたか？プディングも作るようになりました。そうですね、プディン、プディン、プディラリルレロ、プリン、プリ、プリン、プリン、プリンとカリーと、うん、カレーと、うん、うん、そうだね、なんだっけ、プリンとかカレーも作るようになりました。で、キヨミが眠ってからみんなはその世界を大切にするようになりました。はい、みんなはこの世界を大切にするようになりました。はい、 OK、 じゃあ今日はここまでです。またじゃない、明日最後ですね。明日は、はい、ネズミになってしまったキヌアが最後どうなるのか、これを話したいと思います。はい。では、また。Thanks for watching, everybody. We hope these videos are useful for you, and if you'd like to support us to keep making videos like these, you can find a link to our Patreon page down in the video description. Take care.